いやまだねえか。気配がねえもん。嘘でしょ、本当に。あー出てる、本当だ。ちょっとズーム機能に頼らせていただきます。さあこれは何でしょう。これてん、ネギ。何ネギですか。ネギ、何ネギ、ネギ、てってってって、情報ネギしか入ってないね。いや絶対下降りた方がいいよ。下降りよ。ああ。まああえて行きたいって人も。うん。あ。さあ U G。さあやらかすか。やらかすんでしょうね。やらかさないでいいですからね。本当怪我つくから。俺そういうとこで怪我する男だ。鹿が食べてる。鹿の角は今時期が落ちるんだね。落ちてる。まあもう少しの時期もまだ落ちるとは思うけど、だいたい今時期だよね。もうちょっと深ければな、俺の好きなポイントになるんだけど。浅いんだよ。新村ポイント。好きだわ、俺、ここは。これ好きですよ、私の。好きな感じ。出てない。ちゃんとほら、初めてっぽく。これね、見てあれ。あ、これ白樺植わってるんだよ。うん、ここって、俺がね、今からね、22年前ぐらい。うん、6年前から。これ植えた。あ、そうなの？え、何？入ってすぐ？そう。you
なめこチャンスじゃない。お、出た。問題です。ででん。これは、白樺の木なんですが、うん、これはなんて呼ばれているでしょうか。忘れたよ、忘れた、忘れた、聞いたけど忘れた。習ったよね。うん、忘れた、忘れた。へー、なんだっけ、うん、キャンプとかさ、そう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 、ね、うん、こう油持ってるからね、火つけるのにね。そう、3文字かな。なんだっけ、うん、え、前降りた会社のあれに似てるかな。あー、似てる。似てる。なんだっけ、なんだっけ、似てるかな。まあ、小鹿はバンビだよね。うん。お、お、なんちゃ、ガンビ、ガンビ、ガンビ、いや、正解。山田も、あーしね、遭難したとかさ、うん、つきやすいから。これはバーベキューシーズンしか思い出せない。そう、これはね、いいですね。これ綺麗に撮れたらかっこいいけどね。ああ、やってみようかい。やってみよう。これで、じゃあやってみていただきますか。さあ、いけますか。いけないかな。お、お、いいんじゃない。あ、いけそうだね。いけるね。おお、おお、おお、すごい。あ、結構綺麗に撮れるね。すごいしょ。待ってね、売れるしょ、うん、どうこれ。うわあ、綺麗、綺麗、すごい、すごいね。いいな。今財布持ってないから、ね。先付けんと。あ、そう。これを乾かすんだよね。いや、もうこのままで。このままでもいける。もうこのままです。うん。あ、そうなんだ。いいね。うん、へえ。かっこいいでしょ。かっこいい。かっこいいんだ。かっこいいわ。かっこいいんだ。かっこいいんだわ。そう。まず遭難したらまず白樺探してさ。そうね。表面剥がしてね。どうするこれ。それはね、うん、それは投げてもいいかい。ちょっと荷物になる。ちょっと荷物になるな。うん、それも投げましょうか。ガスに行きましょうか。これ目的じゃないから。あ、置いた、置いた。カバ。この木だったらいいよ。うん、何でもいい。今のガンビ集めてさ、うん、燃えやすいの集めるでしょ、うん、で、コドの枝あるでしょ、この緑の、はいはい、青木の、うん、それ燃やしたらもうモックモクになるから。へー、助け時代のタイミングは大きいでしょ。あ、そうなんだ。今の音が結構高いね。え、結構高いんだね。はい、何、標高。え、うん、いや、うん、そうそう、うん、アドベンチャーチームなんだから。そうだよ。こんなん高いうちに入んないよ、俺。うん。ああ。こんなんもう、地上地上。地下地下、これ。地下だ、これ。やだ、おい。はあ、昔のね。はいはいはい。はいはい。はい。はい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 、こんな感じでね。これ植えんのあれだわ。俺もあのね、赤間炭鉱だっけ、あれでこれやったけど、しんどいよね。地面硬そうだし。一応つくんだね、木は。誰が植えたの。木ついてるでしょ。誰が